どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、曲のレッスン動画ではなくてですね、すごくこう役立つ、皆さんにお役立ちになる動画を、撮影していきたいと思います。ガズレレをねやってますとですね、例えば今年はね、2022年はね、全国5カ所を、回る全国ツアーをやったりとか、その会場で質問を受けたりだとか、 YouTube のコメント欄だとか、いろいろライブ配信イベントでもね、チャット入れてくれたりとかする質問で、結構多い質問にお答えしたいと思います。ガズさんってね、私の愛するハニーさんと夫婦でセッションっていうのをやってるのご存知ですかね。いろんな曲をですね、夫婦でこう仲良くね、セッションしてハモったりなんかしてですね、シリーズ化でやってるんですけど、もし見たことないよという方はここにリンクも貼っとくし、概要欄にもね、その再生リスト貼っとくんで見てもらいたいんですけど、すごいあれ楽しいんですよね。一人でやるのもいいけど、二人でやるのも楽しいよというふうにいつも言ってるんですけど、あれをご覧になっていただいてですね、私は例えば旦那さんであれば、私も妻をね、こう一緒にウクレレを一緒にやって、ガズさんとハニーさんみたいにセッションしてみたいんですけど、なんかうまくいきますかねとか、やってるんですけど、なかなかね、参加してくれないんですよという話、結構いただくんです。あともう一個のパターンはですね、親子さんですね。お父さんお母さんがガズレレにハマってもらって、キッズと一緒にやろうとするんだけど、なんかね、こう、興味あるんだけど、なんかこう、うまくいってるような、いってないような、みたいな話、よく相談を受けます。で、今日はですね、そんなことをテーマにしたいと思います。例えば、ご夫婦でウクレレをやるとか、親子でウクレレ、家族でウクレレをやるときに、気をつけたいポイントっていうのがあるんですよ。今日はですね、ガズレレがもう培ってきた、もう長年のね、ものすごいこの、いろんなデータの中からですね、もう間違いない、素晴らしく有効な話を今からしたいと思いますので、お付き合いください。さあ、今話したんですけど、ウクレレね、ほんと楽しいから、あっという間にできます。今ご覧になってるガズレレだったらすぐですよ、始めてみたいなと思った方、ここが、始められるね、ページになってますね。概要欄に貼ってきますけど、ウクレレ始めた人はここで練習してみてください。じゃあ、進めていこうと思うんですけど、仲良くなりたい人がいたとするじゃないですか。例えば、夫婦であったり、恋人同士であったり、親子であったり、会社の同僚であったり、ご近所さんだったり、お友達同士だったり、ね、どうしたら、そういう仲良くなれるかっていう方法があるんですけど、それはですね、ズバリ、共通のビジョンとか、共通の目標とか、なんかそういうね、共通の課題があるとですね、いいんですよ。なぜかというと、その、例えば、夫と、妻がいたとしますね。ご夫婦がいたとして、共通の目標とかビジョンっていうのは、例えばここにあるんですよね、ビジョンが。ここにあって、そこに向かって一緒にこう進んでいくパートナーというか仲間というか、本当信頼できるね、タッグを組む仲間になれるんですよね。ここに目標があるから一緒に行けるじゃないですか。なんだけど、うまくいかない方法っていうのは分かっててですね、それはですね、旦那さんが奥様に、教えてあげるとか、奥様が旦那さんに教わるっていう関係ってどうですか？矢印がこういう風にどっちかになっちゃったりするじゃないですか。うまくいく関係はこういう関係ですね。お互い同じ向きを向いて進んでる。これがすごくうまく秘訣なんですよ。これ音楽だけじゃなくてね、人生すべてそうだと思うんですよね。例えば、今ね、ちょっとご夫婦の、例えだったんですけど、会社でちょっとね、会社とか部活とか、まあ学校のね、サークルでも何でもいいんですけど、それもね、やっぱり一丸となれるね、そのいい職場とか、そのグループのね、条件っていうのは、やっぱ大きいテーマとか課題があって、じゃあどうしようか、こんなことが起こったらどうするどうする、じゃあこうやって乗り越えていこうかっていう時に、すごいチーム力が高まって、結束力が高まって、みんなでこう矢印でそこに向かってゴーっとこう行く、そういうやっぱね、ところがいいんですよ。だからこれね、分かりますよね。ウクレレもだから、そのまずじゃあパターンとして言うとですね、旦那さんが最初に面白いなと思って、うちの奥さんも、やってくんないかなと思ったとします。その時に旦那さんがちょっと面白いからこれやらな、教えてあげるからって言っちゃうと、旦那さんが奥様に対してこう矢印がこう上から下、上下関係みたいになっちゃうじゃないですか。全然一緒に歩くパートナーに一瞬見えるかもしれないけどね、そうじゃないんですよ。なので、例えばね、親子関係もそうだと思います。お父さんとかお母さんがガズレレハマってくれて、面白い、これ子供もやればいいのにと思って子供に、まあ、言葉は悪いかもしれないですけど、やらせようと思うとですね、やっぱ大体うまくいかないですね。なんで、やっぱり親子関係でも、そのご夫婦でも、まあチームでもいいんですけれども、やっぱり何か共通のビジョンを一緒にやらないって誘ってあげて、そういう方法ですよね。で、すごくね、ウクレレとかね、ガズレレの場合はいいものがあるんですよ。それいいものって何かというと、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル、このガズさんです。それはね、動画を見てね、ちょっとウクレレをさ、このガズレレっていう動画を見たらできるからさ、一緒にやってみない？という感じで、ここの、さっき言ったここのね、ビジョンというか、なんつうかな、目標というか、課題が、
そのガズさんであればいいじゃん。そしたらご夫婦二人でこういう風に進んでいく中で、例えば奥さんがちょっとわかんないと出てきたら、あ、これは多分こうだと思うよって感じで同じ向きを向いてる中でのね、こう助け合いっていうのは結構すごい有効に働くと思うんですよね。だけどもしガズさんがいなかったらね、旦那さん対奥さんはいっていう感じのちょっとね、こうストレートすぎるんですよね。これ親子さんも一緒でですね、ガズレレ見て一緒にやろうよって言ったら、子供がわかんないって言ったら、いや多分こうじゃないかな、ガズさんこんなこと言ってるんじゃないかなみたいな感じで言ったりとか、こういうね、矢印の向きをね、揃えるっていうのがね、僕すごく大事かなと思ってるんですよね。で、一個ガズレレですごく面白い話があってですね、今話したようなパターンって結構あるんですよ。奥さんをこう、このね、楽しいガズレレやってほしいなって思うんだけどっていう奥さんがいたんですけど、その奥さんはですね、やっぱ私はね、もうやりたくない、私音楽はね、苦手なのよなって言ってたんですけれども、ある集まりにやらせてくれた時にですね、旦那さんじゃなくて、例えば、ハニーさんがね、いつもガズレレ登場してくれるこのハニーさんがですね、ちょっとやってみてやりじゃ面白いよって言って、端っこの方に行って、その奥様にですね、こうやってレクチャーしたらですね、何が起こったかというと、めちゃくちゃ面白かった、うわこれ面白いと言って、もう旦那様よりですね、もうかなりハマっちゃってですね、もう今はもうワイワイ楽しんでおられるんです。つまりですね、これってすごく面白いなと思ってて、やっぱ旦那さんに教わるとか、その近しい人に上からで言われると、やっぱりね、なんかね、いろいろ、まあいろいろね、そのご夫婦とか家族とか親子のね、中でもいろいろなバランスっていうのはありますからね。やっぱそういうのがね、なんかあるんだなと思った。だけど、全然関係ない方に、教わるっていうのは、大丈夫だったりとかするんですよね。なんでここすごくヒントかなと思いました。皆さんもやっぱり人生で音楽やると今楽しいじゃないですか。その時にすごくね、やっぱりいろんな人にね、誘ってさ、ウクレレ楽しいよってやるんだけど、あんまりこう教え、上からでやると、さっきの矢印の話ですよね。同じ向きに行きたいのに、こういう風になったり、こういう風になったりっていうと、やっぱうまくいかないんですよ。これはね、今ウクレレの話として話してますけど、これ例えばもっとお仕事でも学校のプロジェクトでも部活でも趣味でもね、やっぱそういうのいっぱい、あると思います。で、今の話を総括するとですね、やっぱり共通のビジョンを持ってみんなにと一緒にね、一丸となって進んでいくっていうのはすごくいいと思うんですけど、今ガズレレを楽しんでくださってる方ですね、やっぱりこれもですね、すごくいいコミュニティというか、いいグループだと思うんですよね。いつも見ていただいてありがとうございます。それもやっぱりですね、ガズさんがいつも皆さんにお伝えしているのは、音楽楽しいよ、始めようよということをいつも言ってます。そうするとガズレレを見てくださる人の ビジョンっていうのは、僕のビジョンをすごく共通認識していただいているのかなと思って、音楽を始める人を増やしたいですよね、ガズって。自分もね、自分が大変だった時に、まあ私はね、ハケツ病になってね、もう本当にね、もう何回もあっち行きそうになったり行かなかったりとかしているっていう、まあ歴史があるんですけど、その中で自分がね、やっぱ音楽をやってることにものすごい助けられたんで、やっぱり音楽ってやった方がいいなと思って、聞くのもいいけど、やる方がいいじゃん、みんな音楽を聴いてるけどやってないじゃんというところで、このガズレレっていうのをスタートしてんですね。で、それをやっぱ自分がすごく思ってるので、音楽をやってない人を見たら、音楽、本当面白いからやってほしい。こんなに簡単にできるんだよ。別にね、腕自慢とか、そのすごくなんなくていいわけ。毎日ね、ちょっと自分で奏でる音楽がね、日常の中にあるだけで、こんなにすごくね、ポップになるんだよみたいなことをやっぱ伝えたいんだよね。そうすると皆さんも実際やってもらって本当に楽しいと思ってハマってくれてる人が多いと思うんですけど、その時にね、やっぱりガズさんのビジョンを皆さんもこう受け取っていただいて、だからね、もうガズレレって、もう僕もこっち向いてるけど、ガズレレのことを見てくださる方ってみんな同じ向きをこうやって向いてくださってると思うんですよ。だからすごくいいコミュニティになってると思います。イベントとかね、そのライブとかでも、やっぱものすごくいい、もう本当に最高のね、ムードになるっていうのはそこだと思うんですよね。はい。なので、せっかく誘ってもうまくいかないっていうパターンって結構あるじゃないですか。この人にやってもらったら、この人、もうこの方だったら楽しんでいただけそうなのにな、なんでうまくいかないんだろうっていう時は、やっぱそういう感じの目線をですね、やっぱ取り入れてもらって、一緒に進んでいく仲間じゃないと、やっぱ盛り上がれないですね。上からとか下とか、上下か、上下関係とかね、なんかそういう風にならない方法っていうのは、やっぱり、活用していただくのがいいかなと思います。一番いいのはやっぱガズレレ YouTube チャンネルです。一緒に画面見てね、パソコンとかテレビ映していただいて、見ていただいて、一緒に曲をやれるように進んでいこうみたいなのが素晴らしいと思います。はい、やっぱり一目散になんか練習ばっかしててもね、まあウクレレの練習面白いと思うんですけどね、なんかこう人を楽しい人を増やしていくっていうのも、皆さんこれ本当に楽しんでね、この楽しさ私が一番分かってますから、笑顔が増えるっていうのはすごく楽しいことなんでね、ぜひ皆さんお誘いいただいて、そういう感覚ちょっとね、どっか頭の隅に置いていただくとですね、やっぱりこうみんな楽しんでいただける人が増えて、音楽仲間も増えて、笑顔が増え
れて素晴らしいぞと思っております。はい、今日はですねそんなお役立ち動画、ちょっとおしゃべりでしたけど、やってみました。親子の関係、ご夫婦の関係、ご近所さん、職場の関係、職場の関係でウクレレっていいと思いますよ。よくあるんですよ、ガズレレ仲間の方で。毎週水曜日のお昼休み終わって12時半から1時までの30分、会社の、会議室を借りてウクレレ教室やってますっていう会社結構あります。そうすると今月はこの課題曲ですってこうみんなでねその課題曲をやって、あ、じゃあ午後からお仕事だみたいな、これはね仲良くなること間違いないです。そんな形でいろんな風にね活用していただけると素晴らしいかなと思います。はい、音楽ってね気球類やる方が楽しい、これはもう間違いないことですから。ガズってね、毎朝、朝7時半からこのガズラジっていうね、スタンド FM という誰でも聞けるアプリ、ラジオ配信アプリで、毎朝7時半からですね、ラジオ配信、ガズラジっていうのをやってるんですよ。皆さんぜひ聞いてくださいね。これ知らなかったという方、ここにリンク貼っとくし、概要欄にも貼っとくんで、ぜひ聞いてください。誰でもいつでも無料で聞けるやつですからね。ありがとうございました。またガズレレ見てくださいね。よろしくお願いします。さようなら。で、お知らせです。今いつも使ってるこのガズレレのウクレレたち、はい、Gラボというね、チームで取り組んでるんですけど、11月の後半にですね、神戸でですね、ポップアップショップがオープンします。こんなような内容になってます。三井アウトレットパークマリンピア神戸という場所で、11月の26、27の土日、Gラボのポップアップショップが出店です。残念ながらその日はね、ガズはちょっとお伺いできないんですけれども、Gラボのウクレレを最後に呼び出しているね、吉本さんという方がもう、トップになってですね、もう皆さんをお迎えしております。いろんなウクレレを弾いて試してですね、もし気に入ったものがあればゲットできるということです。で、今回初めての企画なんですけど、ここね、三井アウトレットパークということで、ガズレレ Gラボ初のアウトレットウクレレ、ちょっと傷があるとか、木目がちょっとっていうものを集めて、もう品質はもうバッチリのものですけど、かなりね、リーズナブルなアウトレット価格で、30% オフぐらいの勢いで、出すということが決まっております。ぜひ、関西方面の方、ウクレレ、Gラボのウクレレ触ってみたいなという方、11月26、27、三井アウトレットパークマリンピア神戸にお越しください。まあ、この本も発売になってますよ。はい、ガズレレではですね、世界一簡単なピアノ教室、ガズピアノもやってます。この本、とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね、楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね、こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもね、そうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかというと分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そして、ね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところだったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聴くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。